はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授の不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って2級建築士受験スーパー記憶術の話をしたいと思います。今回は6回目でコンクリートです。コンクリート。で、ちょっとだけ前回の復習をしますけども、前回ちょっと最後飛ばしちゃったので、アンカーボルトの間隔は 2.7 メーターと、ツーバイの方は2メーターということで、で、これですね。RC は西から来たと、スランプは嫌。24ニュートンパー平方ミリメーターと、比重24。あ、比重ごめんなさい、2.4 です。比重 2.4。で、スランプは18センチ以下。ということで、スランプは、また今度、説明しますけども、コンクリートのところで。こういうスランプコーンに、生コーンを詰めて、こう持ち上げると、どさっと上からどれぐらい落ちるかと。高さ30センチのバケツ、コーンって呼びますけども、をこう持ち上げると、このバケツの30センチの高さが何センチ下がるか。で、18センチが、標準としています。木造の基礎の標準ですね。木造の基礎。で、スランプって言います。こういうのスランプって言いますね。知らない人は覚えてくださいと。で、あと 2.4 ですね。比重 2.4 と24ニュートンパー平方ミリメーターと。これ以前はキログラムパー平方センチメーターで分かりやすかったんですけども、何を考えたのか学者さんがですね、ニュートンパー平方ミリメーターとして、すごい小さい単位なんですね。もともとニュートン自体が、1ニュートンって約小さいリンゴとかみかんの重さぐらい、100グラムぐらいしかないんですね。なので1キログラムは10ニュートンなんですね。55キロの体重の人は550ニュートンと覚えてくださいと。で、比重は水に比べた重さですね。で、比重1が水ですよね。水に比べた重さなんで1。で、それに比べて鉄筋コンクリート RC は 2.4 です。コンクリートだけだと鉄筋がないとですね、鉄筋の方が重いんで全然。コンクリートだけだと、2.3 になります。で、コンクリート、鉄筋を入れると、2.4、約 2.4 になります。これを覚えた方がいいですということで、まあ、水の 2.4 倍ですね。 2.4 倍で、1リューベイにするとこれ1トンになるんです。1リューベイ、水1リューベイは1トンですね、重さで。それ10キロニュートン直すと10キロニュートンなんですけども、1リューベイの 生コンじゃない、コンクリート、鉄筋コンクリートは、2.4 トンですね。 2.4 倍なんで 2.4 トンです。これを覚えましょうと。で、厚さ10センチのスラブはどれぐらいになるかというと、 2.4 を、10分の1にすればいいので 0.24 トンですね。240キロですね。10センチで240キロ、20センチだと480キロ、まあ、正確にはキログラム F って書きます。 F はフォースですね。重さの場合はキログラムは質量の単位で、重さの単位にする場合は F なんですけども、まあ普通、体重55キロですって言いますよね。で、本当は重さの単位なんで55キログラム F って言った方がいいんですね。F ってフォースですね。フォース。ということで、はい、次。85ページですね。85ページで、コンクリートは何とかと何とかを何とかで固めたもの。粗骨材と細骨材をセメントペーストで固めたものと。セメントペーストっていうのはセメントのりです。ペーストってのりです。のり。で、セメントペーストで固めると、こういう感じです。まあ、小指台ぐらいのですね、小指の先ぐらいの大きさの粒。砂利ですね。砂利。それを粗骨材と言います。粗骨材。大きい骨材っていう。骨材っていうのは骨になる材ですね。文字通り。で、骨になる材を、こう接着剤。セメントペーストっていう接着剤で固めたのがコンクリートです。いいでしょうか。で、これ砂利がなくて砂とセメントだけだとモルタルになります、ね。モルタル。これ砂利がないとモルタル。で、砂利を入れると、コンクリートです。砂利のことを粗骨材。砂のことを細骨材です。これを覚えてください。粗っていうのは大きいって意味ですね。細っていうのは細かい。で、細かい骨材が砂で、粗い骨材が砂利ですね。粗骨材、細骨材。いいでしょうか。で、セメントペーストっていうのはセメントプラス水プラス空気でなっているということで、骨をのりでくっつけるって、まあ文字通りですね。骨をのりでくっつけると。で、まあ、ここに、解説が書いてありますけども、で、絶対溶石比で見るとですね、セメント 10%、セメントで覚えましょう。セメントで 10%。絶対が何でつくかというと、隙間ができるんですね。隙間を除いた、溶石比ということです。あと水が15で、細骨材が30、粗骨材が40と、再三粗品を送るで覚えましょうと。再三粗品を送る。溶石ですよね。30%、40%。で、これが骨材で、これがセメントペースト。セメントペーストのことをノロと言います。ノロ。ノロですね。で、こう、ま、これで、コンクリートはセメントペーストで骨材を固めた人工的な石ですと。まあ石自体すごい強いんですよね。石はすごい硬いと。砂利はすごい硬くて、
このモルタルとかセメントペーストの10倍ぐらいの強度はあるんですけども、ただこうコンクリートを壊すとですね、こう押し潰すとここの境界面で壊れていく感じになりますね。なので、まあ、セメントと水の配合で強度がほとんど決まってしまうということですね。石の強度はもっと ずっと強いわけです。でコンクリートっていうのは人工的に作った石と考えてくださいと。で次、86ページですね。これ見えてますでしょうか。材が多い、ごめんなさい、この上を読むと乾燥収縮はほとんどがセメントペーストによってセメントペーストによるとよって骨材のが多い方が乾燥収縮ひび割れは少ないと。セメントペーストで乾燥収縮がほとんどするので、骨材多いとひび割れ少ないと。また水和反応時、水和反応って水と反応して固まるに熱を出すと、水和熱って言いますね。水和熱が大きいと冷えるときに温度ひび割れを起こすと。骨材を多くしてセメントを少なくすると水和熱を抑えられると。だからですね、セメントが多いと水和熱が多いので、ひび割れが多く出てしまうので温度ひび割れ、冷えるとこう収縮して、引っ張りができるんでひび割れると。で、このように骨材を 70% 入れる効果は、まず第一にコストを抑えながら強度を出すと。2番目として乾燥収縮を抑えると。3番目として水和熱を抑えると。これ3つの効果があると。7割も骨材入れるのは、コストを抑えるというまず1つと、まあ、セメントは高いですから。で、乾燥収縮を抑えるというのはセメントの量を減らすと、乾燥収縮が減ると。あと水和熱を抑えるというのは水和反応、セメントの水和反応で、熱が出てそれを抑えられるということですね。はい、次。セメントのコンクリート中の絶対容積はさっき言った 10% で、セメントの袋の保管は何袋以下に積む、10袋以下だ。これ両方ともセメントでございましょう。セメント。これ覚えやすいと思います。で、10%、10袋以下ということで。で、セメントはこういっぱい積んでこう圧縮すると固まっちゃうんですよね。あと、それから湿気があると固まってしまうんで、外に置くとダメですね。僕も外に置いちゃってたことあって、自分で工事してた時に。で、ブツブツになっちゃったりしてダメになっちゃったんですよね。なので、通風のない倉庫に床を上げて10袋以下に積んで保管するということですね。で、次、AE 材を使うコンクリートの空気量は何%プラスマイナス何%です。4.5 プラスマイナス 1.5%、 これを覚えてくださいと。 AE 材っていうのは後で説明しますと。で、陽子は空気デブでもいいこと。陽子は 4.5%、 いい子プラスマイナス 1.5% ですから 6% から 3%、 1.5 だ、 3% ですね。 3% から 6% で、 4.5 は中央ですね。 4.5 が中央と。これを覚えると、空気量ですね。空気量は 4.5%。 で、次のページ行って、まあ1リューベ、生コン1リューベに、0.045 リューベ、45リットルと、1000リットル分の45リットル。1リューベっていうのは1000リットルなんで、1リューベ分の、0.045 リューベ、45リットルで 4.5% と。容積比ですね。まあ空気は容積比ですよね。で、プラスマイナス 1.5 となるということですね。生コン中に、空気は45で、はい、4.5% ということです。あと次、エイザーを使う貫中コンクリートで空気量は多めの 4.5 から 5.5 とすると、ちょっと多めにすると、貫中コンクリート寒い時だと、まずエイザーどういうものかっていうと、こう微細な微細な気泡をいっぱいこうくっつけるんですね、骨材の周りに。で、そうすると、ボールベアリング効果で、こう滑りやすくなると、こう骨材同士が滑りやすくなるということですね。あ、ごめんなさい、セメント粒子ですね。セメント粒子のもっと小さい話をしてますね。まあ、骨材の周りにつくと思うんですけど、セメント粒子の周りに、微細な気泡をこうつけて、それがボールベアリング効果になると。そういうのをエントレインドエアーというと。エントレインドエア、トレインに乗せるように計画的に分散して入れた空気、エントレインドエアーと。で、気泡のボールベアリング効果で、滑らせると。で、こういう微細な空気があると、これ断熱効果があるのと、それからあの空気自体がこう膨張に対して、膨張収縮に対してこうクッションになるので、貫中コンクリートでは好ましいと。なのでちょっと多めに入れるわけです。で、エントラップとエアーっていうのは罠に、トラップにかかった空気という意味で、こうベローンと大きい空気が入ってきてしまうので、これは良くない空気と。こっちはいい空気ということですね。いい空気って言っても 4.5% プラマイ 1.5 で抑えるということで、下行って、まあこれ今のことを読んでおいてください。ちょっと読みますか、重要なんで。エイザーによって計画的に入れられた微細な気泡はボールベアリング効果で、水が少なくとも生コンは流れやすくし、ワーカビリティっていうのは施工性を向上させる。まあ流れやすいんで施工しやすいと。で、隅々まで行くと。鉄筋とか
あの狭い片枠の中、鉄筋が山のように入ってるんで、特に柱張りの工程とかですね、そうするとこう綺麗に流れないと結構厳しいと。で、陶器では気泡が弾力を持って膨張する力を吸収し、断熱効果もあるため、生コン内部の水が凍って膨張し、コンクリート表面を剥がすスケーリングって言います。そういうのスケーリング、コンクリート表面ベロって剥がれる、こうベロって剥がれる感じがスケーリングで、一部はポコって飛び出させるのがポップアウトなどの当該を防ぎますと。そのため貫中コンクリートの空気量は少し多めに決められていると。どれぐらい多めかというと 4.5 から5で、 4.5 は真ん中だったんですけど、さっき普通の AE 材の AE コンクリートの場合です。あ、AE 材入れたのを AE コンクリートって言います。で、そこから上ってことで 4.5 から 5.5 は貫中コンクリートです。寒い時に打つコンクリートということで、エントラップドエアでは、不整形につながっているため、対当該性ワーカビリティの改善は期待できないということですね。で、はい、次、88ページです。88ページ。セメントは水と反応して硬化する。この反応なんとか、この性質をなんとかというと、水和反応、水硬性と、これ覚えてくださいと。セメントは水と和して固まる。セメントは水と和して固まる。水和反応、水と和すで水和反応、固まる水硬性と。もう、文字通りこれ、語源ですね。で、セメントの水和反応で固まる水硬性と。乾燥して固まるのではないというのを覚えておいて、これはよく間違えられるんで。なので、水が欠けてしまうと、例えば、夏のすごい直射日光が当たってるところでやると、上の表面から水が抜けて、で、パサパサになって固まらなくなってしまうことがあると。なので、湿潤養生は必須と。で、この辺は読んでおいてください。これ、読んでいるときりがないんで、読んでおいてくださいと。こう、武甲山などの、から石灰石を取り出して粘土と一緒に粉砕してクリンカーにして、焼いてクリンカーというのを作って、それに石膏を入れて粉砕してセメントにすると。で、ポルトランドセメントは、ちょっと大きくしますね。ポルトランドセメントは、ポルトランドセメントっていう名前は、普通のセメントなんだけど、あの色がポルトランド島の、石灰石に似てるから、そこからついたということで、普通のセメントですね。それの種類が超層強ポルトランドセメントと層強と普通と、これで普通って意味ですね。普通ポルトランドセメントっていうのは、強度の発現が普通、強度が発生する仕方が普通って意味です。で、中央熱ポルトランドセメント、ちょっと水和熱小さい、徐々に固まる。低熱ポルトランドセメント、対硫酸塩ポルトランドセメントっていろんな種類のポルトランドセメントがあると。あと、これとこれ間違いやすいんですけど、混合セメントっていうのがあって、セメントにこれは混ぜるって意味ですね。セメントに混ぜるって意味で、高炉セメント、フライアッシュセメント、シリカセメント。で、混合セメントっていうのはセメントに混ぜてると。ポルトランドセメントっていうのはスピードが違うと。固まるスピードが違うと。いろんな種類があるのは固まる、スピードが違うと。で、ポルトランドセメントは普通のセメントのことということで、はい、次。89ページですね。層強ポルトランドセメント、超層強ポルトランドセメントは、普通ポルトランドセメントに比べて水和熱は大きい小さいで、大きくなります。最初一気にこう、早く固まるので、そこで一気にこう、熱が出るということですね。で、この辺は読んでもらうとして、ここ重要なんで、マスコンクリートっていうのはダムとかですね、建築では大きい地中張りとか、ボリュームの大きいコンクリートですね。では、水和熱の小さい中央熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント、混合セメントなどの低熱性のセメントを使うと、これ、丸。こういう問題も出ますから、これは丸ですね。マスコンクリートだと、セメントの量が多いんで、すごい熱を持つんですね。内部がすごい熱を持って、で、外側から冷えてくるんで、内部は膨張してて外側が収縮するんで、その差で、こういう引っ張られるところに、こう引っ張られるところにこう亀裂が入るわけですね。で、それを防ぐために徐々に熱を出すのを使うということですね。はい、次。混合セメント、高炉セメント、フライアッシュセメント、シリカセメントは普通ポルトランドセメントに比べて水和熱大きい小さいですと。混合リレーでスピードは落ちると。さっき語呂を読んだっけ。速く走るほど熱が出ると。層強ほど熱が出る。こうはは言うと東京ほど熱が出やすいと。で、混合リレーではスピードは落ちると。男女がほらやるリレーだと、なんだっけ、足を結んでやるリレーだとスピードは落ちるっていう語呂の意味ですね。で、混合セメントは水和反応遅くて水和熱小さいと。これは覚えちゃってください。混合セメント水和反応遅い、水和熱小さいと。で、ここもいっぱい書いてあるんで、ちょっとゆっくり読んどいてください。はい、次。このグラフですね。90ページで、普通ポルトランドセメントここで、層強、超層強でこう速くなって、これ早期強度を上にとって、こっち水和熱ですね。水和熱がこう強度が高いほど高いと。
これ重要なんで、水和反応が活発なので早期強度と水和熱が大きいということです。で、下の方は低熱と中央熱、中央熱って分かりにくいんだけど、これとこれの間の言葉がなかったんで多分こうしたんだと思いますね。で、強度の発現はどうか、これ日数で強度として、早強の場合はこうぐーっと一気に上がって、あとゆっくりになると。で、低熱とかの場合は徐々に上がっていくんだけど、なかなかこの傾きが衰えなくて、で最後亀がウサギに勝つということで、最後こいつよりもこっちの方が、低熱の方が最初の強度は低いんだけども、こっちの方が勝つんだけども、ゆっくり上がっていってさらに上がり続けるんで、最後低熱とか中央熱の方が勝つということですね。はい、次、高炉セメントは海水に強い弱い、水密性は高い低い、海水に強く水密性は高いと。高炉セメントは海水に強く水密性は高い。高炉っていうのはあれですよ、製鉄所にある高炉、あの高い炉ですね、こう背の高い炉があるんですけども、それは製鉄所の高炉は臨海部に作ると、機密製鉄所とか臨海部にあります。あれなんで臨海部にあるかっていうと、石炭をいっぱい使うんで、オーストラリアとかから輸入した石炭をそのままのぞみにしてるんですね。あれ見に行くと分かりますけど、いっぱい積んでありますね。で、それを使うんですよね。あと鉄鉱石とかですね。で、鉄鉱石もオーストラリアですよね、確かね。で、混ぜるよ、これ試験に出ます。 ABC のが多いと、 C のが多いで、普通のポルトランドセメントに、高炉スラグを混ぜるのが製鉄所でクズが出るんです。クズのことスラグって言います。製鉄所のクズを混ぜると高炉セメントになって、これが割と調子がいいということで、で、あとフライアッシュっていうのは飛ぶ灰って意味なんだけど、これは火力発電所から出る飛ぶ灰、フライアッシュで、これも混ぜると調子がいいと。高炉セメント、フライアッシュセメントですね。高炉セメント、フライアッシュセメント、いいでしょうか。で、この辺で、水和反応は鈍く、初期強度は小さく、水和熱は小さいと。初期強度小さく、水和熱小さいと。水和熱が小さいので温度差でひび割れしやすいマスコンクリートに使われると。さっきやったやつです、マスコンクリートに使われると。だからアルカリ性が弱くなる。セメントってアルカリ性持つんで、アルカリ性弱くなるんで中性化速度は速いと。これ後でやりますね。で、水密性が高い、化学抵抗性が高いと。で、高炉スラグの多く入った B 種、C 種の方がその効果が高いということです。 C が一番入ってるということです。はい、次、これ91ページですね。フラッシュセメントを使うとコンクリートのワーカビリティは良くなる、悪くなる、良くなりますと。フライアッシュっていうのは、フライアッシュっていうのはさっき言ったように火力発電所から出る飛ぶ灰ですね。フライアッシュ、飛ぶ灰で、それは、すごい大きくしてみるとですね、球状してるんですね、丸くなってるんです。で、それが栄養剤の気泡と同じようにボールベアリング効果で流れやすくなる。なのでワーカビリティが良くなるということです。フライがこう上がって足元に転がるんで流動性がいいと、ワーカビリティがいいと。で、球状微粒子ですと。球状微粒子ということで、はい、次、軽量コンクリート普通ポルトランドセメントとは、これ紛らわしいんですね。普通が両方かかってるんですけど、普通コンクリートとは普通骨材を使ったコンクリート。普通骨材っていうのは軽量骨材ではないということですね。軽量骨材ではないということで、普通ポルトランドセメントっていうのは早強、超早強、中溶、低熱、対硫酸塩ではないと。一般的なポルトランドセメント、だこれが普通ポルトランド、これが普通ですよね。普通セメントが普通ってことですね、これは。で、こっちのコンクリートが普通っていうのは骨材が普通ってことです。これよく間違うんで要注意ですよ。普通コンクリートっていうのは骨材が普通ということなんで、よく間違うから注意してください。で、普通で、この区別どうやって覚えるかっていうと、まあ、僕が考えたのは普通コンクリート、こうですよね、骨材のこと一緒なんで、こうでつなげて、普通コンクリートとは骨材が普通だっていう、骨材、普通コンクリートとは骨材が普通、こうでつながってると。で、普通ポルトランドセメントは早強でも低熱でもない普通のセメントということですね。これ間違いやすいんで要注意ですと。で、はい、次、92ページ、この辺もまあ重要なんですけども、ちょっと読んでる暇ないので、読んでおいてくださいと。で、次、採骨材率は質量比、容積比。採骨材率は質量比ですか、容積比ですか。これも出ますね、問題に。容積比ですと。容積比っていうのは氷管状態での絶対容積の比と、絶対容積っていうのは隙間を取った容積ですね。容積比、骨のツボで覚えましょうと。骨材率っていうのは容積で測りますと。骨材の率ですね、骨材の率。だから砂利と砂の比ですね、砂利と砂の比。で、採骨材と、これ砂、粗骨材、これ砂利ですね。絶対容積、一粒米中に何リットル入ってるか、リットルなんで、容積で、計算します。これ、問題に出てますね。
で、こういう表があってですね、これキログラムとリットルで両方書かれてるんで、間違えると間違えてしまう。で、採骨断率は全部の骨材の容積分の、採骨材の容積なんで、265+438÷265。だこれ全体の骨材のリットル数で、これが採骨材のリットル数で100をかけて 37.7%。これ試験に出た問題ですよね。で、氷管状態はどういうことかっていうと、これ木材の時でも出てきましたけども、木材気管か。氷管状態っていうのは表面だけ乾燥してる表面乾燥状態のことを氷管状態という。表面乾燥状態で、この中に水が完全に飽和してる状態。表面が乾燥して中に水が飽和してる状態を氷管状態と、表面乾燥状態で覚えるといいと思います。で、室温状態、周りにも水がべちゃべちゃくっついてる状態ですね。で、これで、こう調合するわけですね。氷管状態です。氷管状態。で、実際の工場ではどうしてるかというと、質量のキログラム数から、この、比重で絶対容積を計算するということですね。まあ、比重というか密度でですね。で、絶対容積を計算して、それから、採骨材率を計算するという順番になってますね。で、これ、絶対容積を測るのは難しいので、まあ、キログラムすぐ測れるじゃないですか。で、キログラム測ってから絶対容積に直して、で、容積比で採骨材率を出すわけです。試験では両方与えられてて、どっちで計算するか自分で考えないとまずいんで、必ず容積、リットルの方で計算してくださいということで、まあ、これも読んでおいてくださいと。で、93ページ。骨材の実積率が大きいとスランプはどうなる？大きくなると。スランプってさっきのバケツ、スランプコーンをこう持ち上げた時のどれぐらい下がるか。だから流動性のあれですね、あの指標なんですけども、大きくなると。大きくなる。なんでかというと、これ語呂合わせですけど、実績の高い人実績率、スランプは大きいと。実績が高いほどスランプになってしまうと大変だということを語呂合わせで言ってますと。で、実績率大きいとこう丸まっこくて、実績率小さい、と、こう、でこぼこしてると。隙間が大きくて実績率が大きいとこうなるということですね。なので、こう丸まっこいから、スランプが大きく出ると。あ、で、実績率先に説明するべきでしたけども、容器の容積分の骨材の容積ですね。容器の容積分の骨材の、まあ、絶対容積ですね。だからどれぐらい詰まってるか、容器の中にどれぐらい詰まってるかということで、丸いほどいっぱい詰まると。だから丸いほど流れるんで、柔らかくなるんで、スランプが大きくなるということですと。で、次行きます。まあ、ここを読んでおいてください。こっち。で、採骨材に山砂を用いると、コンクリートにひび割れが生じやすい、生じにくい。どっちですか？生じやすいと。山砂っていうのは山から取れる砂ですね。砂山にはひびが入りやすい。これもまあ、丸暗記したとか早いですね。で、次。まあ、山砂には粘土が多く含まれているためひび割れしやすいと。で、川砂がベストですけども、河川保護の関係で規制されていると。でもまあ出てますけどもね。規制されていると。はい、次。コンクリートは酸性またはアルカリ性どっちですか？これはもう常識として知ってください。アルカリ性です。アルカリ性。根気よく歩く。アルカリ性。コンクリートはアルカリ性。コンクリートは歩く。で、ついでに、南大門まで、これ、奈良の南大門まで根気よく歩くと。駅から歩くと。根気よく歩く南大門まで。7より大です。7より大。pH が7より大ってことです。pH 7より大だと、アルカリ性です。まあ、高校か中学の科学で、化学で習ってるとは思いますけども。で、まあ、この辺も読んでほしいのと、まあ、水酸化カルシウムがアルカリ性になるわけです。酸化カルシウムがセメントの中に入ってて、CaO ですね。生石灰が入っていて、水と混合して、水和して、小石灰になると。CaO1、これどう見ても、あれですよね。アルカリ性ですよね。OH- はアルカリ性ですよね。なので、アルカリ性になると。で、次。ガラス鋼コンクリート、線熱膨張係数は違う、同じ。ほぼ同じですと。カラスは合コンを熱膨すると。鋼とコンクリートは同じなので、線熱膨張係数っていうのは、どっかに書いてあるかな。あ、これ。一度し上昇すると、元の長さに対してどれぐらい伸びるかの係数で、で、長さ分の長さなので、あれがない、単位がないんですけども、なんで線ってつくかっていうと、こう体積で測ってんじゃなくて、長さ方向で、こう、どれぐらい伸びたかっていうのを測るんですね。まあ、1度上がってどれぐらい伸びたか。1メーター分の1センチとかですね。
そういう感じで、なんか100分の1とかですね、そういう感じで測ります。そうすると鋼とコンクリートはうまい具合に一緒なので、鉄筋コンクリートが可能になったと。これはまあ人類にとって幸運だったということですね。あと、ガラスと、鋼も、一緒なんです。ほぼ一緒。なので、網入りガラスとか線入りガラスができるということですね。まあそういうことがここに書いてありますと。はい、次、95ページ。コンクリートの圧縮、曲げ、先端、付着、引っ張りの強度の順は、これもバッチリ覚えましょうと。まず、圧縮が圧倒的にでかいと。これはもうそのまま覚えちゃってます。圧縮が圧倒的にでかくて、引っ張りが圧倒的に小さいと。もう10分の1以下ぐらいですね。約10分の1。で、基準強度で見ると、まあこれも後で見ますけども、約10分の1なんですね。で、この辺が5分の1です。曲げ、先端、付着が5分の1なので、これ真ん中に挟んで、圧縮と引っ張りがこう、両側に行くということで、まず、引っ張りが一番弱いので、圧縮、大なり引っ張りと。で、それを真ん中を開けて、曲げ、先端、付着が真ん中に入るというふうに覚えちゃってください。まあ、そのまま覚えろってことなんですけども、こうやって曲げ強度を測ったり、これが不思議なんですけども、円筒形を横から割ると引っ張り強度を測れるんですね。これ、圧縮で割れてるんじゃなくて、引っ張りで割れてるんですね。で、これが圧縮です。これはよく見ると思うんですけど、圧縮試験ですね。これはもう、各大学でやってるとは思うんですけども、これでやると。で、これ、養生してから、こう、バーンってやるんですけど、水の中で養生して、バーンってやりますね。で、鉄筋コンクリートはこうな、まあ、こう、針があるとして、こう、上からこう、重さかかると、まあ、こういうふうに、扇形に曲がるんで、上が圧縮で、下が引っ張りになると。そうすると、引っ張り側がすぐ割れて、10分の1しかないのに、すぐ割れてしまうんで、鉄筋で補強すると。鉄筋は強いということですね。で、はい、次。コンクリートのひび、亀裂が入りやすいことが、引っ張りが最初と、まず覚えると。これ、すごい大事と。で、鋼は引っ張りの補強に使えると。コンクリートはアルカリ性で鉄を錆びさせないと。で、コンクリートと鋼は線熱膨張係数が等しいと。この3つの条件があったので、RC が成立した。鉄筋コンクリートが成立したということです。あと、この辺。部材の曲げモーメントに対する断面算定においては、コンクリートの引っ張り応力度を無視すると。だから、構造計算では無視して計算しますと。で、次。水セメント比が大きいとコンクリート強度は、これ超重要。これですね。小さいと。水ぶくれは弱いで覚えましょうと。水ぶくれは弱いと。水が大きいと、セメントに対して水が大きいと、こうスポンジ状の多孔質になります。まあ、この形で覚えちゃった方がいいかもしれないですね。で、スポンジ状の多孔質と。そうすると、潰れやすいと。で、水セメント比はキログラム分のキログラムです。水割るセメントです。水割るセメント。この辺に書いてありますね。水セメント比とはその順に水割るセメントと。水の質量割るセメントの質量です。質量です。今度、キログラム。で、ナマコ一粒米中に水が W キログラム、セメントが C キログラムだとすると、W 割る C と。WC ということですね。で、一粒米中の質量、単位水量、単位セメント量という、これも大事な言葉です。一粒米中、ナマコ一粒米中の、質量を単位水量、単位セメント量。これを覚えてください。また後で数字が出てきますね。で、水量が多くても空気量が多くても強度は低下すると。水ぶくれは弱い、空気ぶくれは弱いと覚えてもいいですよと。で、こういう水ぶくれになるとこういうスポンジ状になって多孔質になって潰れやすくなると。これ大げさに書いてますよ、もちろん。で、水が多いと多孔質となって壊れやすくなり、強度は低下すると。これすごい大事ですね。水セメント比が大きいとコンクリート強度は小さいと。これ超重要。今日の中で一番重要。このページと次のページが今日の中で一番重要です。96ページ、97ページですね。試験的にもだし、実務的にもですね。で、水が少なくてセメントが多いと、組織が緻密になって、強度が増すと。組織が緻密になって、強度が増す。要するに水が少なくて、ただ全然少ないとダメですよ。固まるだけの、水が反応するだけの水は当然必要なんだけども、水が少なくてセメントが多いと、組織が緻密になって強度が増します。スポンジとは正反対のぎっしりと詰まったイメージと。で、コンクリート強度は調合の段階では水セメント比だけで決まると。水とセメント比だけで決まります。強度は、まあ、調合の段階ですよ。調合って練り混ぜるってことですね。水セメント比だけで決まる。不思議なことにですね。他の要素はほとんど関係しなくて、水セメント比だけで強度が決まるということですね。もう1対1にほぼ決まるということですね。ただ水が少ないとですね、流れにくいんで、栄養剤とか、その他もっと優秀な、よく流れる材を使うんですけどね。高強度になるとですね。で、施工の段階でです。締め固めとか湿潤養生が重要になると。締め固めっていうのはタンピングっていうんですけども、こう、
中にあのバイブレーターを詰めたり、あと上に叩いたりするんですよね。バン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 、昔はすごい勢いで叩いてたんです。こう重たい木でこう上からバンバン、だからコンクリートを打つっていうんです。コンクリートを打つはそこから来てるんです。ただ最近はただ流し込んで上にタラララってやってるだけなんで、ちょっと問題はあるかなとは思います。で、湿潤養生は、直射日光当てちゃダメで、むしろかけて水をかけてとか、散水してホースで散水してとか、こう片枠なるべく外さないように長く持たせると湿潤養生ですね。で、次です。次、97ページ。これも大事、超重要です。水セメント比が大きいと中性化塩害、乾燥収縮がどうなりますか。中性化は早まる、塩害は増える、乾燥収縮は増えるです。なんでかというとスポンジだからです。スポンジになるとですね、 CO2 が入ってきやすくなりますんで、こう穴だらけな。で、 NaCl も、まあ、塩も入ってきやすいと、まあ、塩岩部なんか特にですね。で、 H2O は抜け、今度は抜けやすいと、スカスカしてると。なので、中性化早い。コンクリートはアルカリ性なんですけども、CO2 を入れるとこれ酸と同じ効果になりますね。二酸化炭素という酸と同じ効果になって、で、中性化が早くなると。CO2 が入りやすくなるんで早い。で、塩害が、塩が入りやすいんで早いと。増えると。で、乾燥収縮は H2O が抜けやすいから、増えると。で、こうやってスポンジで覚えると、これ一発で覚えられますと。あと、強度もね。強度も水セメント比大きいと、強度が壊れやすくて小さくなるっていうのを覚えられる。で、カチンカチンなんです。水セメント比が小さいとカチンカチンで、これ黒光りしてる感じです。で、そうすると強度が大きくて中性化が遅くて、こう入りにくいからです。入りにくい。NaCl も入りにくい。H2O は抜けにくい。で、塩害症で乾燥収縮症ということになりますということで、それがここにだーって書いてありますね。で、一番下の矢印だけ読んでおくか。二酸化炭素がスポンジ中に侵入して中性化で、鉄筋が錆びる。中性化するとですね、アルカリ性だと鉄筋錆びにくいんです。で、中性化すると錆びますということで、バーンってなるね。バーンってなると、で、水が多くてスポンジ状だと水が乾燥して収縮すると、で、コンクリートにひびが入ると。まあ、そもそも水が多いんですね。水セメント比が大きいとですね。で、さらにスカスカしてるから乾燥して収縮してコンクリートにひびということですね。はい、次、98ページですね。98ページ。水が多いと中性化は早い、遅い、早いと。まあ、さっきの理屈でいいんだけど、水攻めは中性の戦法で覚えてもいいということで、混合セメントは中性化が早い、遅いかというと、早いと。これ、水攻め、火攻めの混合は中性の戦法、中性の戦法と。で、まあ、秀吉も水攻めやってます。火攻めは、まあ、普通によく村を焼き、周りの集落を焼き払うってありますよね、中世で。理屈はですね、混合セメントは、高炉とかフライアッシュなどを入れるので、セメントの量が減って、セメントの量が減るとですね、水酸化カルシウムが少なくてアルカリ性は弱くなり、中性化は早い。要するにセメントがアルカリ性になるんで、中性化はアルカリ性が少ないから、中性化は早くなって、で、鉄筋が錆びやすくなると。混合セメントは中性化が早いと。混合セメントは中性化早いです。で、中性化が早いのは室内か屋外かというと、室内で、これ意外な感じですけど、室内で、室内の方が、CO2 が多いからですね、単にね。で、人間がいるし、なんか物燃やしたりするんで、で、籠城するのは中性の戦法、籠城室内で覚えてもいいですよということで、で、次まで行って終わりにしましょう。99ページ、エイザイ用いると中性化早い、遅い、遅いと。化学兵器は中性の戦法ではないと。エイザイって化学兵器は中世の戦法ではないと、近代の戦法と。で、これですね。これで終わりにしましょう、今日は。減衰剤、AE 減衰剤、あ、ごめんなさい。減衰剤、AE 減衰剤、AE、あ、また間違えて、これ。何を言ってんの、俺。減衰剤、AE 剤、AE 減衰剤、高性能 AE 減衰剤の順に、高性能になるということですね。減衰剤はマイナスイオンをこうくっつけて、反発力でこう流れやすくする。で、AE 剤は、さ何度も言うように、このエアのこう効果で、微細な気泡の効果で、エントレンドエアの効果で、ボロビアリング効果でこう流すと。で、AE 減衰剤はこれとこれの両方で、高性能はまあさらにこれをさらに強化したものですね。なので、これ高強度コンクリートは水が非常に少ないので、これを入れるということですね。いいでしょうか。はい、じゃあ次は、次回にしたいと思います。で、今回ね、ここが大事だと思いますので、もう一回言っちゃいますよ。水セメント比が大きいとコンクリート強度は小さくなると。で、これは水が多いとですね、セメントに対して水が多い。水セメント比。スポンジ状になってぐちゃっと潰れやすい。スポンジ潰しやすいと。で、スポンジ状になるとですね、
CO2 と NaCl が入りやすくて H2 は抜けやすくて、もともと H2 は多いので水セメント比多いなので、強度は小さくて中性化が早くて、中性化早い CO2 が入るんで中性化早くて塩害が大きくて乾燥収縮が大と、これ一発で覚えてください。ここは非常に大事な点で、まあ試験では毎年のように出てきますので覚えてください。はい、今日はここまでです。役に立ったと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさようなら。